ピア株式会社は東京都渋谷区東にあるチケット事業、出版事業の会社、東京証券取引所、市場一部に上場している。雑誌ピアは中央大学の学生だった矢内博士が1972年に学生企業で創業して創刊し、映画情報とコンサート情報をまとめた雑誌として出版された。1984年に電話注文で、 コンサートやイベントのチケットを予約販売をするチケットピアを開始して人気を博し1999年にチケット販売専用のウェブサイトチケットピアを開始している雑誌ピアは薄い想定で小さな文字を用いてできるだけ客観的で完全な情報のインデックスを目指し1984年頃の発行部数は 毎号約四十五点七万部で、購読者は二十歳大サラリーマンや OL、大学生、高校生の合計が七十五パーセント、残りが主婦や中学生で、若年層がその大半であったが、ピアッシュと県版二千十一年七月二十一日発売号を最後に休刊している。表紙は九百七十五年九月号から、イラストレーター追い川正し通りが担当し、 最も長期間にわたり同じ雑誌の表紙イラストを書き続けた人物として2007年にギネス世界記録に登録されている。2020年には横浜港未来地区に収容人数1万人規模の音楽専用アリーナ、ピアアアリーナ MM を開設した。日本初のコンピュータオンラインチケット販売システム、チケットピアが1984年にスタートした。今では音楽、 演劇、スポーツ、映画及びレジャーなど、常時2万件のイベントが登録され、年間で7000万枚ものチケットを発見、日本最大級の取扱い規模となっている。会員数も1700万人を超える、チケットピアノ販売業務用の端末を書店を中心に設置し、チケットピアノお店を展開。その後、コンビニエンスストアのセブンイレブン、ファミリーマートと連携し、 チケットの購入、インターネット購入分の支払い、発券などを可能にし、全国3万8000カ所を超える店舗ネットワークを運営する。現在もインターネット販売には、消極的で、主に電話予約にて販売を行っている、ジャニーズ事務所所属タレントの興行のチケット販売においても、他のチケッティングサービス会社に比べて、取扱件数が格段に多い。その他、 そのチケット販売のノウハウを活かし、様々な工業をもと、スポーツ団体などと提携し、幅広くチケッティング業務を受け負う。オリンピック、ワールドカップなどの国際的規模の大型イベントのチケッティング業務も行っている。コンテンツホルダー、プロモーター、放送局などのメディアやエンタメ関連企業と連携し、様々なジャンルの工業イベントの主催、企画、 制作から運営までを行う。これまでピアが主催、出資した主な工業は次の通り。ピアはスポーツ団体や工業主催者、ホール、劇場などにチケット販売システムを提供し、配券業務、販売サイトの構築、運営、プロモーションなどを幅広く業務を受け負うソリューション事業を展開している。エンターテインメント市場の公共。 東京オリンピックを見据えた会場の改修等により、首都圏のホールや劇場などの会場不足が深刻化。ピアは民間企業として初めて単独で1万人規模の会場の建設に取り組み、ホール、劇場の運営事業に本格的に着手することになった。2017年、ピアは横浜、港未来地区に収容客数1万人規模の音楽アリーナ、 ピアアリーナ MM を建設することを発表。2020年7月10日に開業。コケラ落とし公演は、横浜出身のユズが行う予定だったが、新型コロナウイルス流行の影響により延期され、映像配信となった。アリーナの構造は、地下1階、地上4階建ての縦に長い箱型となっていて、ステージと客席の距離が近いのが特徴。館内には、売店のほか、 会場前から利用できるラウンジを設置。2階には、公演日以外も営業するカフェを併設する。港未来線港未来駅徒歩7分、JR 桜木町駅徒歩8分、横浜駅も徒歩圏内。ピアは、1972年に、情報誌、ピアを、創刊出版社として、事業をスタートし、多数の出版物を世に送り出し続けている。また、ウェブサイトの構築、 運営各種キャンペーンを展開し、エンターテインメントやレジャーに関する幅広い情報を発信している。2011年に休館した情報誌ピアが多くの読者に提供していたエンターテインメントの偶然の出会いと発見をインターネットの世界でもう一度復活させたいと2018年11月にピアを創刊その後、情報の取り扱い範囲を拡大し、 首都圏版に続き、関西版、チューブ版がスタートしている。映画、ステージ、アート、音楽、クラシック、イベント、フェスなどの開催情報から、ニュース、著名人エッセイ連載などのコンテンツまで、一つのアプリに凝縮されている。今すぐピアするという検索機能では、今、ここで行われている、イベント情報を一覧で見ることができる。現在は、ピアムックとして、 ジャンルを問わず多数のムックを出版している。鹿島アントラーズ編、浦和レッドダイヤモンズ編、川崎フロンターレ編、横浜 F マリノス編。ありがとうございます。